かゆいのか。東海三県の町の自慢を徹底調査。地元自慢ランキング町天。愛知県蒲郡市にやってきました。じゃあランキングトップ10こちらです。じゃーん。開けてあるところはどれも納得ですね。紫陽花の里、これ中継で行ったことあります。すごく綺麗だった。冬の時期見頃ですよね。あ、今年も行きたいな。蒲郡うどん、この前食べた、これ、ね、美味しすぎて家でも買って食べてますこのランキングはウルフィンアプリで募集した情報をもとに、三河エリアで配布されている地域密着生活情報誌フリモの編集担当が作成。まあ、一番はやっぱ自然ですよね。海とか山とか自然がすごく豊かで、遊びに来られる場所も多いので選びがいのあるランキングでした。大人気のテーマパークラグーナテンボスは3位にランクイン。栄えある1位は手作り感たっぷり見て触って楽しめる竹島水族館、通称竹水。竹島水族館はずっと行きたいと思っていて、実はまだ行けてないんですよ。フリモさんからの情報は、今年4月にリニューアルオープン。もともとディープな水族館として有名ですが、よりディープになりましたということです。行きたい近いですし、いいですよ。ということで、よりディープになった竹水へ。こんにちは。いいの撮れました？え、かわいいこんな感じで。なんで竹島水族館に来たんですか？この子が。この子目当て？目当てで。今回新たにコツメカワウソが仲間入り。かわいいね。西尾カメラ発動。こっち来てくれるかな？あ、かい。かゆいのか。おいでおいでおいで。カワウソちゃん。竹水といえば深海生物。専用エリアが拡大され、今ではおよそ140種類も展示されています。さらに注目すべきはユニークなネーミングの水槽。え、美味しい深海魚、食べられる深海魚。カサゴやキンメダイなど美味しい深海魚が大集合。珍しい6種類のサメが悠々と泳ぐ水槽もマニアック。なんかずっと見ていられるな。ここからがいよいよ本題。2つの隠された自慢とは。10位はこちらです。じゃん。山の上の養殖や花輪、素敵な名前。確かに海もあって山もあるのが蒲郡のいいところですよね。結構キャッチーだから地元の方なら聞けば知ってる気がする。突然すみません、こんにちは。蒲郡市の自慢を調査していまして。あ、紫陽花。お、紫陽花すごく綺麗です。お写真いっぱい撮るね。いいですね。10位の山の上の養殖や花輪ってのご存知ですか？わかんないです。地元の方でもこうして地元の竹島水族館に来るんですね。年パス持ってるので。いいね、1年間に何回も来られるのか。ちなみに10位の山の上の養殖や花輪ってご存知ですか？景色がいいみたいで、遠方から来た子とかと行けたらなとは。ランチでハンバーグ食べたんですけど、いいお肉使ってるから肉肉しい感じがしました。お客さんいっぱいいるんじゃないですか？山の上の養殖屋、はいはい、知ってます？はいはい、多分にぎわってますよ、ここ。あ、そうですか。え、ダンマでやってると思うけど。昔からある。情報をまとめると、絶景と絶品ハンバーグが楽しめる洋食店があるとのこと。どんどん山の上に向かって登っていってる。ありましたよ、山の上の洋食屋花輪。なんか雰囲気いいですね。ちょっとこうクラシカルな感じがして。こんにちは、お邪魔します。うわー、なるほど、素敵。見てください、この開放感。海が
望めますよ。こんにちは。いらっしゃい。10分前までもっと霧がかかってて、はい、今晴れました。まさにこの瞬間に、はい、すごい奇跡的。カツレツやコロッケ、ステーキといった定番メニューも美味しそう。でも一番人気はやっぱり、ここ行くと私はハンバーグ、ふわふわでジューシーで美味しい、うん、やっぱりハンバーグがお店の一押しですか。そうです、昔ながらのハンバーグです、はい、うん、僕が主にやってましたけど、うんうん、今娘が中心になってやってます、はい、引き継いでやっております。レシピは門外不出。肉の旨味を閉じ込めるためオーブンで15分じっくり焼き上げるのが花輪流。秘伝のデミグラスソースをたっぷりかければ、ハンバーグのデミグラスソースで、うわー美味しそう、ソースたっぷり。気になるお味は？あ、熱い熱いですね。ふわふわ、本当に昔ながらの優しい、なんかきめ細やかなハンバーグって感じ。であとこのデミグラスソースもすごくコク深い味わいなんですけど、甘くて後味が。45年間継ぎ足してきた自慢のソースは店の宝。野菜の旨味をじっくりと引き出すため2日間煮込みます。うーん、ご飯に合う。竹島と海と山を眺めながら食べる名物ハンバーグ、最高すぎて帰りたくない。次の気になるランキング発表いきましょうか。2位ですね。はい、え、あ、竹島、え、お、そう、竹島、今もう2位をだから私堪能してますよ。ちょっとだけ時間いいですか。はい、地元の方ならではの知ってる竹島の魅力を教えていただきたいんです。いつも行くんですけどね、もう毎日景色も違うし、もう波も違うし、曇りも曇りでいいし、うん、あ、え、そうなんですか。晴れてもいいし。こんにちは。こんにちは。こんにちは。で、竹島は行かれたことある？今日ちょうど行きました。最近ちょうど夜のライトアップが始まって、ね、インスタ映えとかもするんじゃないですか。インスタ映え。夕方の竹島エリアでも聞き込み。すると、ここでも有力情報をゲット。おー、元気。今日は竹島、どうして来たんですか？日課です。お散歩だね。そうです。夜景も綺麗じゃんね。ライトアップしてる。もうちょっとしたら多分電気つくんで。ライトアップされた夜の竹島。これは絶対見なければ。どこどこ？点灯時間の午後6時まで。ならではの楽しみ方があるんですね。こうお散歩だったり、朝活で来たり。今変わりました。え、こう、あー、ありました。オレンジの優しい明かりが灯されました。もうちょっと暗くなればなおさらね。わー、綺麗。温かみのあるオレンジ色の光が灯されているのがすごく素敵ですよね。仕掛け人は蒲郡市役所の権田さん。竹島の魅力向上を図る一環として先月このライトアップを試験的に始めました。以前からあった橋の街灯に優しく輝く LED ライトを手すりの下にプラス。しかし明るいのはなぜか橋の片側だけ。ビフォーアフターを見ていただいて、はあ、そういうこと。皆さんどちらがいいですかっていうのをアンケートで感想とかをいただいて、今後どうしていこうかっていうふうに考えていきたいなと思ってます。竹島の正面から見るのもいいんですけども、はい、こちらもいいと思います。本当だ。写真撮りたくて今ここに来たんですけど、写真の前にまず目に焼き付けたいって思っちゃったあ、なんか私ちょっと縮もうかな、こうやって。ライトアップが水面にこう映ってキラキラって。でもこれ私なしの方がいいかもしれない